じゃあ、まあ、そんな神田さんね、まあ、多分これはあると思うんで、はい、まあ、ちょっと答えづらかったらあれかなと思うんですけど、はい、まあ、正直僕のこといやらしい目で見たことありますよね。いや、これはですね、ありますよ。あー、まあ、まあ、それはですね、いいです、全然僕そういうの気にするタイプじゃないので、まあ、前元からもいやらしい目で見られてますし、湯上からもいやらしい目で見られてるんで、そうなの、全然全然それは気にしないんでいいですよ、素直に言ってもらって。なんだそれ、その二人なんかすごいとばっちり食らってませんか。それ本当なのか。全然大丈夫ですよ、僕そういうの気にするタイプじゃないんで。まあなるほど、いやそれでも僕たち友達ですよ。そうですよね、うん、あれ、聞こえ、あ、何え、玉木さん、何、玉木さん聞こえます、あれ、神田さん、あ、あれ、なんかすごい今回線悪かった気がするんだけど、あれ、やっぱりいやらしい目で見てるってこと、これエロイプじゃねえよ、エロイプっていうの、あれ、おかしいな、なんかあれかな、エペックスやりながらだから回線持ってかれたかな、エペックスに、あ、だったらしゃあないか、ちょっとチャンピオンになるまで待つか、あれ、おかしいな、あ、もしもし、あ、すいません、あ、大丈夫です、ちょっと回線すごい悪かったみたいで、なんかエペックスに回線持ってかれました、はい、はい、あ、はい、全然大丈夫です、大丈夫です、あ、大丈夫ですか、あ、はい、よかったよかった、なんか答えづらいこととかってありました、え、いや全然ないですよ、あ、本当に、はい、なんか全然そんな答えづらいようなことを言った覚えはなかったんですけど、はいはいはい、うん、全然はい、ちょっとなんか さっきの話はあれだったみたいなんで、ちょっと別の話しようかなって思うんですけど、あ、はいはいはい、僕のことうざい、いや、うざくないですよ、そっか、うざい目ってくんないのか、うんと、鬱陶しくない、僕のこと、いや全然、しつこくない、いや、あ、ちょっと迷うんじゃねえよ。ちょっとしつこいと思ってるだろ。おい、神田さん、はいはい、何ですか、僕ってしつこい、はい、まあまあ。そうじゃない、そうじゃない、それは純粋にしつこいって思ってる時の反応じゃん、それじゃないよ神田さん、サービス側のしつこいだよ、僕が求めているのは。あー、わかったわかった、うるせえなブス。やばすぎる。やばすぎるでしょ、みんな神田翔一やばすぎる。ちょっと待って、さっきんとこ切り抜いて、やばい、着信にする、やばい、マジでやばい、やばい、いや、ふう、ちょっと待って、ちょっと酒飲むわ、あ、ちょっと待って、落ち着くまでちょっと1分ぐらい、ふう、ちょっと、やばいやばい、ちょっと心臓止まっちゃった、やばい、